皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トッサン TV、トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV、安全保障ニュースでございますが、本日は、ロシアが10万人以上の大規模なカウンターを仕掛けてきた模様です。では参ります。本日は、ロシアの大規模カウンター、そして穀物合意の停止、クリミア大橋続報という形ですね。その後ちょっと紹介したい記事があるので、記事紹介という形で進んでいこうというふうに思います。まずは、ロシアの大規模カウンターですが、こちらのツイートからいきましょう。NPO 法人全裸中年男性理解促進センターさん、小泉優先生でございます。クレミンナのほぼ全正面でロシア軍が攻勢というか、威力偵察に出たっぽいという、そういうツイートですね。キーは威力偵察に出たっぽいっていうところなんですけども、それは後ほどご説明をしていきます。引用しているのはチャック・ファーラーさんという方のツイートということになりますね。アメリカ人の方で作家さんなんですけれども、元海軍特殊部隊シールズにいた方ですね。リーダーなんかも務めていた非常に優秀な方だそうでございますけれども、この方がマップを作っておりまして、そのマップがこちらなんですね。クレミンナリマン方面ですね。非常に広い広域でロシア軍が攻勢に出てきたというマップになっているということでございます。ただし、ウクライナ側として今カウンターを受け止めていると発表しているところはクレミンナリマン方面だけではないわけですね。航空万能論 GX さんの今度は、記事に行きます。よろしくお願いします。シルスキー陸軍司令官、ロシア軍がクペンスク方面でも攻勢を開始ということで、新たなマップが出ておりますけれども、まあ、こんな感じですね。クペンスクとかスバトボ方面でも攻勢に出てきているということなんですけれども、この情報が発出されたのが7月の17日になります。東部戦管区のチェレバティ報道官が発表した内容なんですけれども、敵がクピャンスクリマン方面に兵士10万人以上、戦車900両以上、大砲555門以上、MLRS370 両以上を集結させた。MLRS 多連装ロケットシステムですね。集結させた。この数はアフガニスタンでのピーク時約12万とほぼ同じだということで、まあ、10万以上、10万から12万ぐらいの大規模のカウンターを仕掛けてきたという情報が出てきているということです。で、どういう動きになるかということで、これ注意して見ているんですけれども、今のところ、ロシア軍の大規模攻勢でウクライナがやられていると、で、ロシアファンとかロシアブロガーも、ここを解放した、あそこを占領したみたいな情報は今のところ出てきていないですね。これだけ大規模なカウンターであるにもかかわらず、今のところ情報的には静かということになります。そこで出てくるのが、最初の小泉優先生の威力偵察に出たっぽいっていう、そういう話でございます。ロシアはですね、もう予備兵のほぼ全てを投入していると考えられるので、ここで失敗するとこの後がありません。そうするとウクライナの反撃が今度大規模に始まってくるっていう可能性がある。7月の9日あたりに出た情報ですけれども、ウクライナの PT-91 という戦車が撃破されたという情報が出てきました。これ以外にも走行している PT-91 の情報もその2日後ぐらいには出ているんですね。しかし、この PT-91 の情報というのはこの2つだけということになります。PT-91 というのはポーランドから大量にウクライナに供与された T-72 戦車の改良型、性能アップしたものですね。で、これがウクライナの反撃の主力だというふうに考えられていました。第9軍団、第10軍団ということで、これが主力だというふうに考えられていて、いよいよウクライナが主力を動かしたかという情報だったんですけれども、その後、この PT-91 の情報は出ていません。つまり、ウクライナは主力を動かしたと見せかけて、威力偵察をしていたということになりますよね。今回、ロシアがそれをやってるんじゃないかという、考察が成り立つということ。で、理由はですね、クラスター弾ですね。アメリカが供与したクラスター弾、すでに戦場に届いているというふうに考えられます。その上でロシアが兵を集結させて突っ込んできたら、クラスター弾の出番ということになりますね。かなり大きな損害をロシアに与えられるんじゃないかと思うので、もしかしたらですけれども、ウクライナ側としては、お、いいから来いよっていう状態かもしれません。さらに、シルスキー司令官は、もう大丈夫、準備してるから大丈夫っていうことも言っているわけですね。なので、小泉優先生は威力偵察に出たっぽいという、そういう書き方をしている。ものすごい数なので、最大12万という数なので、侮ることはできません。ただし、当初出ていた18万という数字からは、やっぱ6万減りましたね。
うん、その上でこの後がないので、ちょっとロシアがどういう動きに出るかというところですね。うん、ここは心を落ち着けて観察をしていこうと思います。続報があったらまたお伝えさせていただきます。では次のトピックスに行きましょう。穀物合意の停止ということです。日経新聞、ロシア穀物合意停止、食料高に懸念ということなんですけれども、トルコのエルドアン大統領はまだプーチンさんと電話するみたいなことを言ってますね。うん、でロシア側はもう最終決定だから、この停止はひっくり返らないっていうことを言っております。その上でウクライナゼレンスキー大統領はロシア抜きで穀物の輸出をすべきだっていうことを言ってるんだけれども、この前提となるのは、ちょっと前に情報が出たんだけれども、ロシアが穀物合意をもし停止した場合、トルコの海軍が護衛をしながらこの穀物の輸出を行うっていう情報が出てきました。ただしトルコの公式見解としては確認できなかったので、このチャンネルではおそらくお伝えをしてないんじゃないかなという気がします。で、公式見解としてはそれは出ていないんだけれども、トルコの海軍がもし護衛をするということになると、トルコは NATO の加盟国になります。で、NATO の加盟国であるトルコに攻撃すると5条が発動する可能性があるので、ロシアは手を出せないっていう立て付けになるんですけれども、 NATO は全会一致の組織になりますので根回しがいりますよね。うん、トルコは海軍が頑張ってやるから、もし攻撃されたら5条発動するって発表してくれというところで、ロシアを牽制した上でトルコ海軍がやるっていう流れに多分なるんじゃないかと思いますので、少し時間がかかるかなと思います。すでに国連を中心として緊急会合が開かれていて、ウクライナのクレバ外相なんかももう緊急会合に今参加して打ち合わせしていると、うん、いうことが言われておりますので、もう少し時間が経ってから結論が出てくるんじゃないかなと思いますね。で、この穀物に関してもロシアがずっと嘘をついてまして、ウクライナからこの穀物合意によって輸出される穀物はアフリカとかアジア中東などの本当に必要としている貧しい地域には 3% とか、まあ、言っても 6% ぐらいしか到達してないと、9割以上西側の豊かな国が持ってっているんだっていう偽情報をずっと流してます。で、今回に関しても、この穀物に関して、ウクライナの農地を西側が買い取ってしまっていて、それを西側は安く自分たちで消費していると。さらに加工品にしてものすごい利益を乗っけて、ものすごい高く困っている国に売りつけたりしてるんだっていう、そういう偽情報を流しております。ただし、もしロシアのこの情報が本当だとするんであれば、今回この穀物の輸出が停止されたとて、今まで行き渡っていないんであれば、穀物の高騰は起こりませんということですね。でも高騰は懸念されている。なんでかといえば、この穀物の輸出に関して温度を取っているのは国連なんです。なので、どの国にどれくらい穀物が行き渡っているかっていうのは国連が管理しているので、ロシアの言っていることは完全に嘘ということになります。本当にパクってるのはロシアの方なんですよ。穀物とはちょっと関係ない話になっちゃいますけれども、ウォールストリートジャーナル。これね、以前取り上げようと思ったんだけど、隙間がなくてなかなかお伝えできなかったんだけど、ロシアがウクライナの占領地でウクライナの企業を接収してパクりまくってます。うん。メリトポリだけで300社以上って言われてるんですね。で、オーナーをロシア人にすげ替えて、利益を全部吸い取っている。さらに、ウクライナの東部というのは重工業地帯なので、要するに、武器を作るような工場があったりするんですけれども、それをパクって武器を弾薬を作って、それをロシア国内に持ち込んだりとか戦場で使ったりしてます。うん、嘘ついてパクりまくってんのはロシアの方だっていう話でございますが、トルコがどういう動きに出るのかというのはまた少し時間経たないとわからないかなという、そういうお話でございます。はい、では次のトピックス行きましょう。クリミア大橋続報でございますけれども、上から撮った衛星写真というのが出てきました。スペシャルヘルソンキャットさんですね、よろしくお願いします。で、この衛星写真を見るとですね、こういう感じで、で、皆様から見て一番右が鉄道はやっぱ無傷ですね。並走して走ってるんだけれども、構造的には別ということになります。で、構造上一緒なのは車、車道の方になりますけど、皆様から見て左ですね。で、左の真ん中の車道ですね、ここは完全にずれてます。で、一番大外の左側の車道もちょっとずれてるように見えて、車道が一見これ使えなくなってるように見えるんですけれども、すでにですね、昨日おとついか皆さんがすると夕方以降かなに、
一番海側のさっきの左に見えていた車道はですね、部分的に開通をすでにしているっていう状況です。で、先ほどの衛星写真から見ると、上からの攻撃ではないですね。うん。車道はどこも穴が開いてなかったり損傷していないので、ミサイルの攻撃ではないということがはっきりしました。で、現在何が言われているかというと、やっぱ水上ドローンじゃないかということが言われてます。で、水上ドローンだとどうなるかというと、まあ、オデッサ付近から水上ドローン飛ばすしかないんですけれども、距離がね、700キロもあるっていうことなんですね。なので、コントロール操作ができない距離なので、うん、それでもワンチャンあるのが、衛星通信による遠隔操作ができるかもしれないってことを JS さんは言ってますね。うん、突入する間際で遠隔で、まあ、操作をして着弾させるっていうことができるということなんですね。で、そうじゃなければ固定目標を設定してずっと自動走行させるっていう方法になります。これでロシアに見つからずに700キロを走り切ってクリミア大橋に着弾させられるのかっていう疑問があるんですけれども、着弾してしまいました。でね、軍事に詳しくないとこれがね、関連性がわかんないんだけど一度言いますね。実は、クリミア大橋に着弾する1日前に、地図で言うとちょうど真ん中のところにセバストーポリっていう港ありますよね、クリミアの。このセバストーポリで、ウクライナの水上ドローン8艘ぐらいがね、攻めてきたということで、迎撃戦が行われたっていう映像が出てきているんですよ。で、もしかしたら、このセバストーポリ急襲の水上ドローンが、おとりでですね、で、スルスルっと脇を時間差で抜けていった水上ドローンがクリミア大橋に着弾したのかもしれないですね。うん、これ着弾した水上ドローンの性能が分かってないと関連性を詳しく言えないんですけれども、一応1日前に、うん、セバストーポリの攻撃がありましたということです。で、これは全部ね、ロシア軍によって撃退されてしまっているんだけれども、1日経ったら、クリミア大橋ドッカーンになりました。で、上が傷ついていないので、水上ドローンであるだろう可能性が今極めて強くなったということですね。ということになると、やっぱり今後も壊せるぞという、そういう情報でございます。はい。ではですね、ちょっと紹介したい記事に行きたいと思いますけれども、こちらでございます。これね、ぜひ読んでもらいたい記事、東洋経済なんですけれども、書いたのは、鶴岡先生になりますね。うん。途中の、地政学ブリーフィングっていう感じで出てるんですけれども、書いたのは鶴岡先生になります。鶴岡先生の寄稿が巡り巡って、記事になってるっていうものなんですけど、ものすごいいい記事なんで概要欄に貼っておきます。興味のある方読んでみてください。ウクライナ支援はアジアに悪影響を及ぼすのかっていう、そういう題名になってます。ウクライナに支援をしすぎると対中国の備えがおろそかになってしまうんじゃないかというですね、二頭を追えるのかみたいなことがアメリカで言われているけれども、それは果たして本当かっていう、そういう話であります。個人的にはウクライナを強力に支援することで中国封じ込めにつながっていくので、ウクライナへの強力な支援、そしてロシアを負けさせることがアメリカの安全保障上理にかなっていると思っているので、悪影響は私は全くないと思ってるんですね。で、記事の詳しい内容はちょっと興味がある方読んでみてください。この記事の中で紹介したい部分というのがあります。これがね、もうすごくいいこと書いてあって、アメリカによるウクライナ支援規模の実像というのがありますね。で、これがすごいんですけれども、アメリカのウクライナに対する支援額は、まあ、他国を大きく引き離す首位であるということで、まあ、膨大な支援をアメリカはしてます。で、2022年の2月から2023年の6月までの合計が466億ドル、日本円にして6兆5000億円、6兆5000億円の支援をすでにアメリカはしているんですけれども、すごい巨大な額、すごい巨大な額なんだけれども、まずはアメリカの2023年度の国防予算が8167億ドルなので、国防予算全体からすると 5.7% に過ぎないっていうことです。まずこれが一つ。で、もう一つが2001年以降20年の間でアメリカが国防予算で使ったもののみに限定して、国防予算でのみ使ったもので、イラクとアフガニスタンの作戦で費やした費用が2兆ドル以上あるっていうんですね。2兆ドルですからね。あるという。で、これを年単位で換算すると1年あたり1000億ドル以上使ってるってことになります。で、ウクライナへの支援が1年半ぐらいで466億ドルなので、
イラクとかアフガニスタンで使った年単位の1000億ドルの半分以下なんですよ。うん。しか実はまだアメリカとしては使ってないっていうことですね。これが実像として客観的な数字だということです。うん。なのでアメリカは実はまだギアを上げられる状態だっていうことがちゃんと数字で書いてある。この部分をまあ紹介したかったということになります。そしてこの記事は最後こんなタイトルで結ばれていきます。今日のウクライナは明日の東アジア。この東アジアという部分はそっくりそのまま台湾ということに置き換えられます。今日のウクライナは明日の台湾。台湾は現在中国の武力統一という圧力にさらされております。ウクライナになるのか、それとも香港になるのかという選択肢にさらされているわけですね。現在ロシアの侵略戦争によって中国は核兵器を持った大国が侵略戦争をしてもアメリカは条約という法的な縛りがない限り参戦してこないというそういう情報を得ています。この上でもしロシアが勝ってしまって領土を取れるという結論が出てしまったら中国は一定程度のコストを払えば台湾を武力で侵略できるというそういう方程式が成り立ってしまうわけですね。ロシアを勝たせるとアメリカは中国とも対峙しなければいけなくなる。つまり高くつくということになります。ウクライナを強力に支援することが中国を封じ込めることにもつながるというそういうお話でございます。というところで本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。